おい霊夢、何よ。壁抜けアイテムを1個売ったら売れなくなったんだけど、こりゃ一体どうなってんだ。さっきまで個数も表示されてたのにそれもなくなってるんだよ。自転車みたいに大切なもの扱いされてる感じかしら。ああ、それそれ、さっきも店員に言われたやつだぜ。まあ確かに壁抜けアイテムは大切なものではあるけれども。壁抜けアイテムっていきなり売れなくなったりまた売れるようになったりして、結構不安定な道具よね。そうだな。というかバグアイテムの大半がそんな感じだよな。この現象は頻繁に見てる気がするぜ。確かにただバグアイテムを持ってるってだけで起こる現象だから、頻度的には上位クラスだと思うわ。それだけたくさん起こる現象だけど、原因なんて想像もつかないでしょ。まあ何か売ったら起こるってイメージしかないな。そうでしょうとも。というわけで今回は、道具の個数表示が消える仕組みについて解説していきます。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず結論からお伝えしよう。壁抜けアイテムの個数表示は、マスターボールを売り買いしようとすることで復活します。は？マスターボール？なんでまたそんなことに。ふふ、それはマスターボールの売り値が0円だってことが関係してくるのよ。それについてはまた後で詳しくね。まずは道具の個数表示をするかどうかの判断を、どうやってやってるかってとこからだね。ぜひとも教えてくれ。その個数表示を行うかって判断をするにあたって、あるフラグが使われるんだよ。そのフラグっていうのは当然個数表示を行うか判断するフラグなんだけど、内部番号1のマスターボールから順に、個数表示をさせるかどうかの値が、たくさん並べられてる場所があるんだよね。まあどんな感じなのかは先に見てもらった方が早いかな。よくわからん数字の列だな。これがどうフラグになるっていうんだ？これを読むにはまず二進法への変換が必要だね。二進法が何かわからない人はぜひともググっていただきたいんだけど、1と0で表される数字だと理解していれば大体 OK。そしたらまず最初の数値を二進数に直してみようか。F0 だと11110000になるね。これを読み解くには、まずこの二進数を全部ひっくり返す必要があります。じゃあ00001111になるってことか？そういうことだね。これで人間でも読めるようになったはずよ。いや1と0に変換しただけじゃねえかよ。まあ少し落ち着いてもらって、どういう風に読むかというと、0が個数表示あり、反対に1が個数表示なしとして表示されててね。これがマスターボールから順に並べられているって感じ。ってことはマスター、ハイパー、スーパー、モンスターの各種ボールが、個数表示ありで、その後ろのタウンマップ、自転車、波乗りアイテム、サファリボールは、個数表示なしってことになるのか？そうそう、そういうことだね。とまあこんな風にフラグが並べられているわけよ。ところがですよ、道具の種類は0から255番までの256種類あるんだけど、実はこのフラグは内部番号120番までしか対応してないんだよね。え、じゃあその下の内部番号の道具はどうすればいいんだ？120番より下の道具はいわゆるバグアイテムと呼ばれるもの。それから秘伝、技マシンがあるわね。秘伝、技マシンのうちの秘伝マシンの方は個数表示なし、技マシンの方は個数表示あり、みたいな風にこっちはちゃんとプログラムされているわ。バグアイテムの方は通常プレイでは出てこないわけだから、そういうプログラムは必要ないわよね。容量の無駄になるし。確かに出てくるはずのない道具のことまで考えるなんて無駄な気もするよな。実際には出てきちゃったわけだけれども。じゃあバグアイテムの個数表示はどうなるのかというと、普通の道具と同じようにフラグを見て個数表示のありなしを判断するのよ。は？ 120 番までしか対応してないんじゃないのか？フラグじゃない場所をフラグとして読み込めばいいだけの話だよ。フラグは内部番号の順番に並んでいたわよね。そうだったな。つまり内部番号を上から数えていけばその道具の個数表示のフラグになるってわけ。例えば壁抜けアイテムの内部番号は168番。ってことは168番目のフラグを見ればいいよね。ここが0なら個数表示ありだし、1ならなしってなるだけだから。普通の道具と全く同じじゃないか。そうね、ここまでは普通の道具と同じよ。違うのはここが個数表示フラグではないということ。じゃあ一体何なんだ？ここはズバリマップタイルが保存されている場所よ。またマップタイルかよ。ニョウズリといい欠番といい、マップタイルやたら出てきすぎじゃないか？今回のはこれまで解説してきたものとはまた少し違うものなのよ。主に道具を売り買いするときとか捨てるときとかに使われるものだね。じゃあ具体的な話、道具を買うときのことを考えてみようか。まず道具を買う個数を決めるウィンドウが出てくるわね。ああ。そしてさらに A ボタンを押すと選択肢が出てくる。うん。はいを選択すると選択肢が消えてこの画面に戻る。とこんな流れよね。そうだな。じゃあ2枚目の写真に注目してほしい。ここ、選択肢のせいで隠れちゃってる場所があるわよね。あるな。実はこの時隠れちゃってる場所を保存する場所が、個数表示フラグの下にあるのよ。え、でも何のために保存しとくんだ？ 2 枚目から3枚目に行く時に楽だからだね。2枚目と3枚目の違いはなんだかわかる？店員のセリフが変わって、選択肢が消えてるな。店員のセリフはともかく、大事なのは選択肢が消えていること。じゃあどうやったら選択肢が消せると思う？元あったタイルに戻せばいいんじゃないか？
その通り、元あったタイルを上書きすれば選択肢を消すことができるよね。でも全部はいらないから、書き換えたところだけ上書きするの。で、その書き換える場所のタイルを保存する場所があのフラグの下ってわけ。ふーん、なるほどな。ってことは隠れてるタイルによってバグアイテムの個数表示が変わるわけか。お、勘がいいね。もう一回壁抜けアイテムの話に戻るわね。壁抜けアイテムの内部番号は168だから、上から168番目のフラグを見ます。ところがフラグは120番までしか対応していないため、その下のメモリを見ることになります。その下のメモリっていうのがさっき説明した隠れているタイル。そのタイルのうちのこの部分が壁抜けアイテムのフラグになるわ。0がフラグになるのか。その通り、もっと言うなら道具の買い値の2桁目だね。0のタイルの内部番号は246で、二進数で書くなら11110110になる。このうちの一番上が壁抜けアイテムのフラグだから、この場合は1で個数表示なしってことになるね。へぇ、壁抜けアイテムは直前に買おうとした道具の2桁目によって個数表示が変わるのか。こいつは目から鱗だな。これが壁抜けアイテムの個数表示が消える仕組みだね。ちなみに起動直後なら全部0で埋まってるから、必ず個数表示がされているの。はぁん、なるほど。あ、そういえばマスターボールを売ると個数表示が復活するって言ってたよな。そりゃ一体どういう仕組みなんだ？マスターボールの売り値はいくら？闇市でマスターボール買った時はタダで売ってたぜ。そう、売り値も買い値もタダ。つまり二桁目は空白になるわよね。確かに。空白のタイルの内部番号は127。二進数に直すなら、011111111だね。で、壁抜けアイテムのフラグはどれだっけ？一番上だったな。そうだね。一番上は0。つまり個数表示ありってことで、無事に復活するのです。おお、そういうことか。じゃあ実際に試してみようか。まずは壁抜けアイテムを一つ打って、どうなるか試してみよう。無事に消えたな。やっぱり大切なものになりました。じゃあここでマスターボールを打ってみよう。あ、別に売らなくてもいいんです。おお、ちゃんと復活してるな。普通に売ることもできるね。表示が消えちゃったらまたマスターボールを打って、何回でも壁抜けアイテムの個数表示を復活させることができます。まあまあ便利じゃん。マスターボールの他にも、売り値や買い値がただのものを使えば復活するはず。闇市では自転車とか波乗りアイテムは0円で売ってるから多分それでも大丈夫。まあそこまでして復活させる理由はあまりないと思うけどね。ふーん。あ、そういえば道具を捨てた時も個数表示が消えるよな。あれも同じ仕組みなのか？全く同じだね。違うのは対応するタイル。道具を捨てるときはかけるが壁抜けアイテムのフラグになるわ。内部番号は241で、二進数では11110001。一番上は1だから個数表示がなくなるわけか。そういうこと。かけるはどんな道具をどれだけ捨てようと変化しないので、道具を捨てると必ず個数表示がなくなるはずね。へぇ、そういうことか。壁抜けアイテム以外のバグアイテムで消えた場合も、大体似たような仕組みで起こっていると思うわ。ただどこのタイルを見ているかが違うってだけだね。と、今回はこんなところで。あれ、随分とあっさりしてるな。今回動画を作ったのは前回からあまりに期間が空いてしまったからです。ちょっとリアルで忙しくなって動画編集どころじゃなくなってたからね。待ってくださっていた方には申し訳ないです。で、ですよ。次回の動画ではアンケート取った通り、フィフス法の解説に移りたいと思います。先にフィフス法の解説に入るとまた長く期間が空いちゃうと思って、このような形を取らせていただきました。あんまり詳しい解説ができなくてごめんなさい。私には十分な歯ごたえだったぜ。次回はがっつり解説ができると思うのでもうしばらくお待ちください。早くフィフス法の仕組みが知りたいっていう我慢のできないせっかちさんは、ぜひともアリスさんのワンダーランドシーカーをご覧ください。フィフス法の記事があるのでそこで予習をしましょう。自分もしっかりと読み込んできます。私も楽しみに待ってるぜ。それじゃあ、ここまでのお相手はアイスでした。高評価とチャンネル登録よろしくだぜ。